続いて桂浜コース4番ホールです。今日のピン位置が手前から23ヤードまでが約140ヤードの打ち下ろし、実際に打つ距離は125ヤードぐらい、うん、プラスあと風の計算ですね。ここアゲインスト、ちょっとアゲインスト気味に今日は吹いてますね。バーディーパットのベストポジションはピンの左手前。それでは菊池彩香さん、ティーショットになります。大きめのクラブで少し抑えた球で打つべきだとは思います。風の影響を少しでも抑えておきたいですね。少しこれね、軽く打ちすぎてテイクバックが不十分だったんですよね。で、右からの風に乗って少し左のオーバー、今のは完全に風の計算に不安があったっていうことなんでしょうかね。ややトップ気味でグリーン左奥へ、これもこぼれていきましたね。やっぱ風の影響が感じるのがやっぱりダメなんでしょうね。今日の三枝さんのスイングを見てると、やっぱり少しインサイドアウトがきつくて、たまにボールに対して少しのダウンブローで打ちたいところがやっぱアッパーブロー気味になってるんで、どうしても今日はハーフトップが増えますね、うん。ボールの状況も良かったでしょうし、スピンがしっかり入って素晴らしいですね、本当に。三枝さんパターですね、上りの3メートルのフックラインですね。あまり大きくは曲がらないラインですね。菊池さんのもやっぱり短いですけど、少しフックを読んであげた方がいいと思います。まっすぐ見えちゃいます。そうですね、まあ、思い切りがいい方なのでまっすぐ目のライン作るタイプなんですけど、結構傾斜があったんでしょうね。それでは桂浜コース、5番ホールになります。375ヤードパー4です ね、 ですね。これは左ドッグですね。左ドッグレッグですね。セカンド地点までしか見えない、ティーグラウンドからは見えないんですけど、右にバンカーがあるんですよね。で、菊池さんの飛距離だと右のバンカー方向へ行くと、もう確実に OB まで届いてしまう、突き抜けてしまうって形なので、ね、スプーンを持っておられたと思いますんで、はい、うん、それでフェアウェイセンターないしは左フェアウェイ左サイドを狙って打つということになると思います、はい。で、三枝さんの飛距離だとドライバーでもいいと思うんですが、それでもやっぱりフェアウェイ左サイド狙い、うん、右はやっぱり OB が浅いので注意が必要ですね、はい。三枝さんのセカンドになりますね、はい。まあ、右の OB の方へ来てしまってたんですが、結果的にはセーフで、まあ、カート道の右に止まってるんですけど、本来であればカート道の右がすぐに OB ラインがあるはずなんですが、少し間を置いて杭が打ってありますんで足がかかるんですけど、カート道の足がかかってドロップできるんですが、右にさらに奥にドロップしなければならない状況になるので、三枝さんはドロップをせずにそのまま、足が道にかかってますけどもそのまま打ってもいいので、それを選択して打っていきますね、はい。逆によく止まってましたね、ここね。そうですね、ここでセーフになるというのは運はありますね。ありますね、うん。のセカンドですね、はい。残りがピンまで135ヤードほどだと思います、はい。まあ、これは
左足下がりで少しつま先下がり気味だと思うんですが、こうピン方向から軽いフェードになればいいのかなっていう狙いだと思います、はい、菊池さんの3打目ちょっとグリーン左外してしまったんですが、はい、まあ、左足上がりのアップヒルにボールがあって、まあ、ピンがすぐ近くにあるのでボールを上げふわっと上げて寄せるのか、まあ、エッジにワンキックワンクッションツークッションして転がしていくのか、こちらを選択するかなんですが、クッションの方を選択したんですけど、少しクッションが効きすぎたっていう状態で少し手前ですね、ワンピンほど残りましたね、はい、パーパットライン的には少し出足が下りのスライスで最後が上りの若干フック気味にスネーク気味のラインで、まあ、まだ 14、5 メートルあるかと思うんですけど、まあ、上りもしっかりあるので最低足の下りを感じるかもしれないですけど、こう最後の上りを信じてしっかり打ってもらいたいです。菊池さんのパーパットカップ際は少し下りになるんですが、足元少し上りかなと思うんですけど、どっちかというとしっかり打つっていうラインには見えないと思います。ラインを読み切って流し込むような雰囲気になってくると思うんで、菊池さんが、まあ、強気なパターをされてる方が入ってる状況が多いので、はい、まあ、ここもできたらしっかり打ってもらいたいですね。はい、コース6番ホールになります。545ヤードパー5、セカンド地点から右へドッグレッグなんですが、ティーショットどうしてもショートカット気味に右へ狙いたくはなるんですけども、右へ行ってしまうとセカンドで大きなクスの木が何本もあって邪魔になりますので、ティーショットはフェアウェイ左半分狙い、フェアウェイ左サイドですね。左のラフから左足下がり前下がり、ティーショットがちょっと中ピン気味になって、そうですね、まあ、左の傾斜を使ってここまで出てきてくれたんですが、まあ、距離が残りすぎたのと傾斜でかなりアドレスが取りにくい状態ではあるので、まあ、ナイスショットを望むのはちょっと難しいですかね。気に当たって右へ跳ねたんですかね。右の林には入れては欲しくなかったんですが、うん、菊池さんのティーショットは左ですね、ボールが上げにくい状況ではありますけど、逆にそれを利用して狙ったポジションに持っていきたいですね。あまり距離はまだ260はあるんですけど、持ってるのがウッドなんですよね。ちょっと一番狭いところまで届きそうな感じはします。ちょっと引っかかり意味でしょうか。右の林越えのような狙い方でないとあのクラブではナイスポジションにはいかない。もう一つもう一本短めのクラブを持って確実にフェアウェイセンターっていう形の方が僕は狙い方としては良かったんじゃないかなと思う、まあ、結果がまだ見えないんでわからないですけど、うん、三枝さん第3打は右側ラフ、はい、ちょっと前に木があって木の上を行くのか少し左目を狙うのかで選択があったんでしょうけど、少し左を選択したんですよね。
そうですね、ただ少し安全すぎたのか左端まで、フェアウェイの左端まで行ってしまったんですけど、この距離も残るのと、やっぱり少し左の山がせり出している山が気になるのかなっていうポジションに行っちゃいましたね。山が気になったんでしょうね。入っちゃいましたね。あれ入ってない、まあ、前抜けてくれたんで、まだなんとかアプローチで寄せることは可能だと思います。距離は40ヤードほどだと思いますけども、グリーンエッジからピン向いて下りの傾斜があって、でピンのところはピンを越えれば上りにはなるんですけど、だからその下り傾斜のキックを今見ながら打つということになりますね。今のアプローチはうまく打ちました。できれば手前側にですかね、止めておきますね。結果としてはちょっと下りのラインが残っちゃいました。下のバーディートライはですね、上りのフックライン5メートルですね。しっかり上ってるんでしっかり打ってほしいですけど、大きく曲がるラインではないので入るイメージは出しやすいんじゃないでしょうかね。思いっきり良く出るか、ね、今までの展開見てても少し打った瞬間強いかなっていうのが入ってますしね。そうですね、ドキッとする強さが入ってますね。ちょっとやばいね。第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップホサカントリーで行われます。3月9日から11日の3日間、来れない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな方のためにテレビ東京系列で放送が見れます。ぜひそちらもチェックしてみてください。バイバーイ。